こうして、はっ、いけるか。いけた。で、飛ぶ。おっそすー、グッバイワールド。こちらのゲームをプレイしてみようと思います。マイクロペーサー、どうぞよろしく。ということで、グッバイワールド、こちらのゲームは2022年11月発売となったゲームでございます。目の前の現実、忘れてしまった思い、二人のクリエイターの物語ということで、プログラマーのカニーとグラフィッカーのクマで、この二人が主人公なお話だと思います。以前に体験版がこちらのゲームで出てたんですけれども、全くプレイはしておらず、今回完全初見でのプレイとなります。何やらインディーゲームを作るためにあーだこーだする感じのゲームみたいですので、ああ気になるタイトルでございました。グッバイワールド、どんな感じでしょう。任天堂スイッチでも発売されてるみたいなんですけれども、今回はパソコン版の方をプレイしていきたいと思います。本編参りましょう。スタートです。ん、1、あらら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 、世の中には本音を隠すバカがいる。ん、心の内を明かすことでダサいとか頭がおかしいとか、そう思われることが耐えられないのだ。まあそういう人はいるんじゃない。そのくせ頭が悪いから、いつか誰かの目に留まるところにこっそりと本音を忍ばせたりする。頭が悪いからって、ん、それこそ本当にダサい人間のやることだと私は思う。グッバイワールド。いきなりなんか愚痴から始まったんかな。なんか嫌なことでもあったんかい。なんかいきなりストレスのはけ口的なところになってたと思うんですけど、どうなんでしょう。2017年3月、話は4年前に遡る。4年前、ってことは現代が2021ってことなんかな。まだ私とカニちゃんが専門学校に通っていた頃の話。お、ゲームボーイ的なペローン。あれ、ついてなくないそれ。あ、いけんの今の。あ、移動、ジャンプ、ジャンプ上か。ブロック破壊が A、 設置モード、何やそれ。カーソル移動は、あ、やり直すのが A と B の長押し。よくわからんけど多分 OK だ。説明を閉じてくれんか。説明をどうやったら閉じれるんだい。説明書を閉じるって上に書いてるけど、そんなボタンは存在せんぞ。スタート、違う、セレクト、セレクトでした。んー、ブロックス。ゲームボーイ画面ひび入ってんで。わーわー、いいね、頑張って。なんじゃい、光るブロックは壊せるよ。へい、
ゲームボーイとかめちゃめちゃやったからな。壊したブロックは設置できる。2個、こういうこと？あ、違うな。こうして、こう。あ、選ぶんか。はいはい、ちょっと待って。こうして、設置モード。で、こうやな。あ、違う。壊してもとるかな。ここ。で、キャンセルして、上でジャンプっていうのが新鮮。敵がいるよ。気をつけて。どうやって？ジャンプ、踏む。あかんのかい。踏むのあかんのかい。頑張って。待てい。うん？いいね、このゲーム。昔ながらの感じがあっていいですよ。そして、敵をどうやって倒すのかいな。ブロックで、と進めなくなったらやり直してね。大丈夫。はっ。ブロック1個使っちゃったけどいいんかな。ここと、ここやね。はい、あ、違う。どうも A ボタンでジャンプする癖が。上ボタンジャンプ。はい。はい。んで、これは絶対上に行った方がいいやつでしょう。はい。ほら。余裕。扉の鍵を開けたらクリア。扉の鍵。これか。持って。で、ここと、ここ。いけた。はい。音楽がいいですね。イエイ。ん？おい、カニ。話し合いをする気はあるのか？話し合い？ん？どれが誰？私はただ、自分が納得できるゲームを作りたいだけです。この人と一緒じゃ無理ってもう分かってるんで。ん？これ以上話し合っても意味ないですよね。どうしたい？そもそも、今回の課題の目的はだな。チーム制作のスキルを身につけるため。うん。コンテンツに向けて制作するけど、賞を取ることが目的ではない。ですよね。わかってますって。どっちが喋ってんね。うん？それでも、妥協した作品でコンテストに挑みたくありません。そうは言ってもな。ん？失礼します。課題の提出に来たんですけど、今取り込み中だからそこで待っててくれ。はあ、終わりました。すまんな。あ、そこで待つの。とにかく、チーム制作で衝突は必ず起こる。話し合って解決できないのか？揉めてるんだね。わかりましたよ。あ。ポン。このドット絵。ただイラストを縮小しただけですよね。ん？見栄えを良くするために修正したようにも見えないし。ちゃんと要望通りに書いてもらえますか？あ。プログラミングしかできない人に、絵の何がわかるんですか？揉めてるね。やっぱり無理です。こいつ無理です。うん。どうしてもドット絵じゃないとダメなのか？ダメです。ん？あの、ちょっといいですか？あ、雰囲気が可愛い。うん。はじめまして。イラスト学科の熊手です。この子が熊で、ってことはあの金髪が、カニ？で、あの、右側の子は？あ、画家が違うんで喋るのは初めてですけど。ゲーム制作画家のカニさんですよね。まあ、はい。
ドット絵描ける人を探してるんですよね。それ、私に任せてもらえませんか？それに先生、そこの人と私が交代すれば、課題的にも問題ないんですよね。いいんですか？お互い都合がいいなら問題ないが。あ、構わないの？大丈夫？単位落としたりせえへん？こんな自己中な人と一緒になりたくないんで。嫌やなぁ。ね、女子のそういう揉めてるところをあんまり見たくないなぁ。私もドット絵のゲーム作りたいんですけど。ほう。時代遅れだって却下されちゃってて。あら。ドット絵はいいぞ。カニどうするんだ？ん？ドット絵描けるんですか？自信はあります。あ、あ、ちょうど提出しようとしてた課題に、ドット絵の作品もあったっす。お、マジ？見して見して。どんなん？カニさんが判断してください。私にドット絵が描けるかどうか。こうして私たちは一緒にゲームを作るようになった。あ、そのドット絵を見せてくれへんの？俺も、自分の、マイクロペーサーのサムネ、自分でドット書いたで。結構大変やった。お、現代かな？ 21 年4月。専門学校を卒業した私たちは就職しない道を選んだ。うん。二人だけでゲームを作って生きていくと決めたから。いいねえ、なんか。ああ、しかし現実は厳しく。ゲームを作る時間よりも、バイトの勤務時間ばかりが増えていった。いやー、でもこういうさ、就職せずに一緒に何かをやろうって、同じ目標に向かってやってくれる友達がいるってすごいじゃない。相方かな。ピロロン。あ、1の2。これは、ドット絵好きの主人公が、こんな感じのゲームを作りたいって思ってるってことなんかな。海っていいよね。それで昔のゲームボーイを引っ張り出してきて、ボロボロに、画面ボロボロになりながらもやってるっていう感じ？潮風が目に染みる。あ、砂ブロックは壊しても設置できないぞ。はい。しかも、下に落ちる。下に落ちる。ってことは、ん？どういうこと？ここのをやると？違うな。でもあそこのブロックを取らなあかんよな、多分。こう、こう、こう。あ、はっ！いけた。こういうことか。わからんけど。いけるだけ、行ってみよう。そして、ここ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 。あ、下に落ちるってそういうことか。それで倒すことができんやな。うまくやれば。は？鍵？ふん？ふん？いけんのかい？こういうジャンプの仕方ありなのね。ってことは、こうしても、そうやんな、何回も潰さないと取れない。大変やな、これ。鍵取んの。全部潰さなあかんわ。うん。で、あいつを倒そうと思ったら、ここや。はい。どうだ。設置は、ああ、そうなんのね。はっ！届きました。あれ？もういけんだよ、俺。余裕やで。あ、違う、そこじゃない。どこ光ってる？ここ。ほい、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 あ、違う。うん、ほい。はい、余裕。もっと難しいの来てくれていいで。あはん、おい。うん。あ、店長。お疲れ様です。バイト中？何やってんだ？
何言って。ゲームボーイです。あ、ゲームですけど。やばないそれ。お前さ。ふざけてんじゃねえぞ。はぁ、あ、はぁはぁ。めっちゃ怒ってるやん。ふぅ。面接の時から気にはなっていたが、ここまで常識のないやつとは。これ何の店やろ。すいません。一体どういうつもりなんだ。ん？お客さんいない時は自由にしてていいって。だからゲームしてても、いいのかなって。言い訳するな。はぁはぁはぁ。大丈夫？倒れんといてや、店長。怒りすぎて。あ、まったく。ゲームクリエイターだがなんだか知らないが、一般的な常識ぐらい持ったらどうだ。右側になんかみかんの箱あるね、段ボール。何屋さん？お前みたいなやつを、なんていうか教えてやろうか。何？いやー、それは言い過ぎ、社会不適合者って言うんだよ。結構自分のことを自虐的にそういう人はいたりするけど、あんまりそれ人柄は言われたくないよね。はん。ん？苦しい。こういう時ってどうすればいいんだっけ？殴れ殴れ。社会不適合者のところ見したれ。あ、そうだ、猫だ。あ、にゃー。これで大丈夫？ん？落ち着け、私。おい。はい。ゲームが売れなくて？金に困ってるから？バイトなんかしてるんだろ？今これ猫が喋りかけてんの？あ、あん、あん。あ、店長こんな子やったんや。お前みたいな人間が何か作ったところで？誰も相手にしないんだよ。店長意外となんかおしゃれな髪型してますね。は？ん？聞いてるのか？な、座ったままっていうところがね、またね。もういいです。ああ、それはこっちのセリフだ。もういいです。あ、もう組でいいんで怒鳴らないでください。カニちゃんのバイトが続かないというのも、生活が困窮していた理由の一端だった。これは？あ、3。同日。ゲームを完成させるたびに、カニちゃんは自信をなくしていった。あら。単純にゲームの売れ行きがあまり良くなかったからだ。無理もない話だ。これが、いや、そのロゴめちゃくちゃなところ気になるんだけどさ。ブロックス、1-3。わ、暗くしてきよった。は、ん、上に行かなあかんっぽいぞ。ほっほっ、洞窟は暗い。それはわかる。洞窟は暗い。ここ、あ、違うわ。ん？こいつ鬱陶しいな。あ、やばい。あ、あ、あ、違う。あ、あ、ピンチ。ふおー、いけるんかい。ん？こう。ほい。これ、潰せんのかな？こうして、壊しといて、はい、はい。これで全部回収できてるぞ、今んとこ。そんなところに、ん？周りを、よく見て、進もう。いや、それは分かってるよ。上になんかブロック置けるってなってたぞ、今。あんなところに、え？今は行けへんよな。
敵が出てきたらやべえぞこれは。ほいほい。んここ、ほっ、お、鍵。あれ、いけた、もう、もしかしてもういけた。いや、そんなに簡単じゃねえか。あれ壊しときたいな。ストックを持っときたいから、違う、こうして、ここ、ここ、はい、ジェントブラック回収できてる、いいよ。で、え、そんなとこ関係ないよね。そう、うん。で、え、一個しか置けへんよな俺ブロック。敵がちょっと多いな。あれ、もう一個いるわ。あ、やば、積んだ。マジか、もう一個回収せなあかん。はっ、ドン、え、痛い痛い。くそ、なかなかやってくれるじゃあねえか。ってことはしっかり回収してかなあかんな、ブロックを。なのでここはまずトゥで、ここで、違う、あー間違った、あ、一回でもブロック間違っておいたら、あ、なんとかいけたかもな。ちょっぴりパズル要素的な。でもこうやっていけんのよな。ふん、ほら、よし、これで全回収、ブロック使わず。いけるもの。ここはさすがに1個使わなあかんな。周りをよく見て、鍵は絶対取らなあかんから、うん。で、ここもいるよね。さっ、鍵回収で壊して、ん、俺どうやってたっけさっき、あそこ、ほっ、ここで置いて、さっさっさっ、合ってるよね。これで3個、3個やけど、こうすればいいんか。で、こう。え？違うな。もう一個。これを、これ下を、あ、下を崩しても OK なんか。ってことは、なんかヒントがありそうな気がするんだけどな。周りをよく見て、これで、でも トントン、これで下を崩しといたらいいんか。はあ、で、ここの、ちゃい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 、あ、あ、やばい、ミスったかも。ここに、俺がここに、はっ、こうすればいい。で、あれ、鍵は、
あ？あ？ここか？はっ、はっ、あ、いけたー。イエイ。まあまあむずいやんけ。んで？あれ、カニちゃん、なんでいるの？ん？おかえり。ビリヤードダイヤル。ん？今日バイトだったはずだよね。ああ。これは、クマちゃんの、バイト先ってこと？会わないから辞めた。また？だから私には向いてないんだって。仕事とか、人間関係とか。カニちゃん。ん？さ。もうあんまり余裕ないって分かって言ってる？ん？分かってるよ。すぐに次探すって。そんなことより、あんたのシナリオ読んだよ。どうだった？魔王に誘拐されたお姫様を救う話って？どうなの？あ、昔ながらのゲームって感じでいいと思うけど。今時さ、誰が魔王からお姫様を助けたいって思うわけ？ファンタジーすぎるか？じゃあどういうのならいいの？そりゃもう、思いもよらないタイミングで主要人物が死んだり、どんでん返しがあったり、メタフィクションだったり、そういうのじゃないと話題にならないって。話題にね。うん。そもそもゲームをさ、物語の添え物みたいに扱うのってどうなんだろう。最初に言ったのはカニちゃんだよ。次はストーリー重視のゲームにしようって。そうだけど、このまま作り続けたって古臭いゲームにベタなストーリー、作る意味がないゲームが完成しそうだよね。おお、腐ってるな、だいぶ。もしかしてさ、また一から作り直そうとか考えてない？うん。いや、俺も昔 RPG スクールとかでなんかいろいろ作ろうとして、また最初からみたいな何回もやってたけどな。一向に作りきれないっていうね。話題になるとか作る意味がないとかさ。昔はそんなこと気にしてゲーム作ってなかったよね。うん、当たり前でしょ。今は仕事なんだから。売れないと意味がないっていうね。そういうのはあるかもね。仕事としてゲームを作り始めてから、カニちゃんは変わってしまった。はあ。カニちゃん。ん？ 4。2017年4月。私たちが出会ってから1ヶ月が経った頃。私はカニちゃんに対してある質問をしたことを覚えている。これまた専門学校の時のやつ？私がカニのことをカニちゃんと呼び始めたのも、ちょうどその頃だった。うん。次は？ 4 面？ロゴがぐちゃぐちゃの時って大体起動せへんやけどな、普通、ゲームボーイは。1の4。溶岩なのね、あの下のやつは。溶岩注意。上がってきたりすんのかな？お、慎重に、あ、今ちゃん。はい。そういうことね。で、ジャンプして、ここにとく。これじゃ赤いよな、でも。ほっ。あそこちょっとむずない、行くの。あいつ邪魔やな、めっちゃ。今です。はっ。はい。はい。はい。いやい。
危ない。で、あのブロックを割って、はっ、あ、作れるところと作れへんところがあるな。はっはっ、何これ、落ちたらあかんやつ、これ壊せんのかな。壊せるっぽいけど、壊したら戻ってこれなさそうやけど、ここならいける。俺壊し、あ、やばブロック回収できひん。 はめられたか俺。あれを倒してみたいっていう欲望に駆られて、ブロックが足りないかもしれん。あ、鍵あそこ。いや、これはちょっとでもブロック足りない疑惑が。あったー、ここ、ありがとう。鍵も取ってー。はいはい。はい。はい。ここをどうするか。ここを、二つ使うよな。あいつに当たってもダメージ食らわんやったら、あの下のやつを回収したいんやけど、ダメージ食らうよな、多分。ほ、あ、もういけた。簡単じゃん。いけたわーん。どうも。カニちゃんがゲーム作る理由って何？何その呼び方？あ、このタイミングやったの？カニちゃんおしゃれな帽子かぶってる。あだ名で呼んだ方が仲良くなれそうでしょ？クマちゃんって呼んで。私のこともクマちゃんって呼んでくれていいよ。正解やった。遠慮しとく。うん、ダメでした。なんかガリガリのやつ来た。そっか。うん。お戻しましょう。ホットコーヒーのお客様。はーい。もう一点が。ウインナーコーヒーで。お間違いなかったですか？はい。ごゆっくりお過ごしください。ウィース。ほう、こけてますね。うん。それで、なんでゲーム作ってるの？なんでって。まあ。はあ？就職のためかな。だからコンテストも妥協したくないんだ。うん。そういうこと。何その顔。なんでもないけど、絶対なんかあるでしょ。まあちょっと、本当に就職のためならさ、もっと今っぽいゲームを作るはずだよ。ん？作るはずだよなって思って。うん。仲ええやん。なんか仲ええやん。じゃあさ、あんたはなんで絵を描くわけ？私は誰かを感動させたり、驚かせたり、興奮させたり、人の心をちょっとでも動かすことができたときに、すっごい生きてるなって感じるの。それで、私にもできる人の心を、私にもできる人の心をちょっとだけ動かす方法が、絵なんですね。絵を描くことってだけ。絵には自信があるんですね。コーヒー冷めるよ。私、猫舌だから。猫舌ってほんまは存在せえへんやで。あれは飲み方が下手くそなだけなんで。私たちは少しずつ打ち解けていった。お互いのことを知っていくにつれて、ゲームの完成度も増していった。この頃はただただ楽しかった。どんどん揉めていくんかな。5。
私は楽観視していた。この苦境を乗り越えることが私たちの成長につながるはずと。うん、だから今はカニちゃんを支え続けようと。だけど間違っていた。私はもう長い間ずっとカニちゃんがゲーム開発を楽しんでいる姿を見ていない。うん、だから私は、あタイミング、ピローン、完全にゲームボーイの音やもんな。うん、ふん、電池がなくなりかけた時大変なんだよな、ゲームボーイな。真っ暗な感じにしてなんとか寿命を持たせなあかんからな。ん？これじゃあ、知っちゃうな。ん？どうしてもここはでも2個使わなあかんかな。こうして、いや、待って。なんか違う。こうして、こうして、はっ。いけるか？いけた。で、飛ぶ！あ、飛んのか。ん？これはこっちなのか。はっ。で、ん？あれ？え、これじゃ乗れんのか。あ、いや無理や。あれ？あれをじゃあどうやって潰すんや。こいつを、こいつを潰す方法が必要やぞ。攻撃なんてないでしょ？はっ！さっ！危ない！なんか攻撃する方法あんのかな？ここで2個重ねて下潰してこうだ。はい、天才。なるほどね。ポンポンポンで、ここで一回ポンポンポンしといて、パパ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 、ちょっと違ったけど、あれ、戻れなくなった。あれ、ブロック設置できなくなった。積み。意外とどこにブロック作れるかとかをちゃんと見とかなあかんな。うん、違う違う。あ、違う。危な。この下つぶしの上、ジャンプで、ジャンプのこの、ここのほい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 、うん、はっはっんで、合ってたやな。1,2,3 で、こうで、あの下は無理に潰しに行くと回収できなくなっちゃうから、このまま多分進むで合ってると思うよ。3か。じゃあ3全部使うな。そして、トゥントゥン。ん？トゥントゥンすると、いけなくはないか。トゥン、トゥン、トゥン。いや、なんか微妙にいけないな。はっ。しゃあない。こうしとこう。
ん？いや、こうなら、こうして、は、は、一緒か。行こう。わけわからなくなりそうや。意外と、このパズル部分が大変やぞ。左のあれを取ってもさ、帰ってくるには一個使わなあかんよね。意味なくない？意味なくない？このままでいいんじゃない？邪魔。生きにく。タイミングどのタイミングよこれ。今です。あんな、はあ、こ、あ、あぶな、え、足りないな。さっ、いや足りない。あ、むずい。意外と、はっ、一個ブロックがいる。戻らせてもらえます？お前ら乗れる？乗れません。あ、ゲームオーバーなった。は、楽しい？あ、ちょっとクリアまだしたかったんですけど。このゲーム？ん？微妙？いつもやってるくせに。まあでも微妙。うん、昔は面白いって思ってたけど、ゲームクリエイターとしての視点で見るとね、え、意外と俺でもゲームボーイ時代にあれあったら結構やってると思うで。操作性悪いし分かりにくいし、レベルデザインなんかもうむちゃくちゃだし。そうかな。紙かき上げの。カニちゃんは詳しいもんね。うん。私決めた。何を？何を？ん？就職する？あれ？それはつまり、解散会？は？なんで急に？別に急じゃないよ。結構前から店長に社員にならないかって誘われてて、ここでずっと断ってたけど、あれ、やばい、揉めるぞ、怒るぞカニちゃん、もしくは拗ねるぞめっちゃ。もうゲーム作れなくてもいいわけ。昔の約束覚えてる？約束？覚えてないか。うん？なんだろう。あ、私今のバイト先でさ、メニューとかポップの挿絵を書かせてもらってるの。うん。それを見たお客さんがね、おしゃれとかかわいいとかって喜んでくれてるのを見てると、こういうのだけで私は十分だなって。おい、カニちゃんにそういうのは良くないと思うぞ。そういうことだから。ああ、その一言はダメよ。そういうことだからとか言って荷物持って、あ、行っちゃう？ああ、それじゃあね。ああ。ねえ、カニちゃん。今のカニちゃんは、なんでゲーム作ってるの？うん。今までありがとうね。うわあ。
あー、嫌な解散の仕方。あー、お別れだ。どうすんのカニちゃん。なんかカニちゃんの気持ちわかる。あー、カニちゃん大丈夫？どうすんのカニちゃん。とりあえず、あ、叩いちゃった。猫の声がする。6。いつからだろう。自分を過信するようになったのは、常に周りから浮いていて、人とうまく接することすらできないくせに、いつからだろう。そんな人間なのに、人から称賛を得られるような作品が作れるなんて、そんな妄想を抱くようになったのは、思い上がりも甚だしい。実際の私は、一番身近にいてくれた人の気持ちすら汲み取れないほどの、ひどく独りよがりな人間だ。はらーん。いつからだろう。なんかいろいろ、なんか考えさせられるというか、感情がいろいろ動かされる感じですけれども、まずは一旦ここまでということで、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。ブロックスから続けるね。それではまた。よろしくどうぞ。